おい、秋はどこ行った？秋は、うるせえ、かかってくんじゃねえよ、畑だ。モールス信号見てによ。ララジギ、ハイウェイスター、カッショリタイ、モノモナイ、どうしたんだい？いや、お、東京タワー、うん、気持ちいい、うなれ、ジャスティスゴー。あ、ビッグモーター。へっ、なあ、あそこに鳥いる。うまそうだな。ポン、ポン。とてもじゃないけど、うまそうには見えないんだけど。サボテンになりたい。もう渋滞、なんでこんな道混んでんだ。やっぱ朝一にするべきだったか。でもな、朝一寒かったんだよな。本当はね、今日朝4時に起きてバイク乗ろうと思ったんですよ。起きて準備して、さあ行くぞ、玄関を出た、寒いで、ベッドに戻って寝た。んで、今10時。まあ、混んでる道を通ってる俺が悪いんだけど、やっぱこういう時は田舎っていいなって思うんだよね。トラクターしか通ってないような道とか最高じゃない？まあ、トラクター邪魔なんだけど、誰にも邪魔されずに、周り全部畑。そこ、ブラーって走る。いや、ほんと急に寒くなったよね。8月、もちろん夏。9月、夏。10月、まだ夏。で、今やっと冬。おい、秋はどこ行ったい？秋は、日本人が一番好きな春と秋。短えよ。なんで夏と冬あんな長えんだよ。いや、7月、8月、あっちいな。9月、おっと、だんだん気温が下がってきたか？ 10 月、あ、ちょっとポカポカ陽気じゃないの。10月後半、もう寒い。おい、冬早えよ、来るの。もうちょっと遅刻してこいよ。優等生かよ。まあ、俺はどちらかと言ったら夏よりも冬の方が好きなんですけど、まあ、やっぱ一番は秋ですよね。花粉もそんなにないし、春に比べてちょっと涼しいし、やっぱ秋なんだよな、一番いいの。その秋は1週間で終わりました。もう冬です。まあ、でも、これからやっとね、キャンプの季節ですよ、皆さん。もうなんか、キャンプブームっていうのは、去ったらしいけどね。ゆるキャンとかそういうアニメとかの影響で、一時期ものすごいキャンプブームが来てたらしいけど、なんかもう終わったらしいじゃん。だからキャンプってさ、敷居が高いというか、なんか事前準備、用意するものがめちゃくちゃ多いじゃん。テント、寝袋。まあ、それだけあれば十分か。寝りりゃいいもんな。まあ、ただ移動手段も、バイクか車、そういう移動手段がないとやっぱ、キャンプってしづらいから、まあ、大人にならないから無理っていうのもあるよね。いや、前回の動画が初めての元ブログだったんですよ。バイクに乗ってブラブラするだけの動画なんだけど、思ったよりね、みんな見てくれて、もう嬉しかったわ。あ、俺ネタだけじゃなくて他のこともできるんだってちょっと自信がついた。で、その前回の動画のコメント欄で、某金の盾をビード板にして海を渡った男に似てるって声が結構あったんですよ。バレた。んで、他にも某キャンプをしているオロチマルにサムネが似てるとかっていう声もあったんですよ。バレた？さらに他にも、アメリカに不倫旅行をしに行ったゲーム配信者に似てるとかっていう声もあったんですよ。うるせえよ！かかってくんじゃねえよ！でも自分では別に意識しなくても、口調というか、似てきちゃうもんなんだね。でもさ、みんなもそういうことあるでしょ？好きなゲーム実況者とか、好きな配信者をずっと見てると、気づいたら、その人の言い回しとか、よく言う言葉が、とっさに出てきちゃうことってあるでしょ？俺結構これ共感する人多いと思うんだよね。気持ち悪いよね。映ってるんだよ。魂が乗り移られてる。いや、でも、バレると思わなかったな。スタンドじゃないけど、リスナー同士は惹かれ合うっていうことなのかもしれねえな。結構ね、元ブログやってくださいっていう声も多かったから、今年はあんまり出せないかもしれないけど、来年から、がっつりやってきてな。キャンプも、バイク関連も。なんで、まあ来年からは、ネタ動画だけじゃなくて、ちょっと幅を広げて、こういう元ブログ、キャンプ動画、プラス配信だ。この三刀流、大谷翔平を超える三刀流、さながらゾロのように幅を広げていけたらいいですね。で、ゆくゆくはアシュラ、九刀流にしていきたい。気持ちいいな、ここ。なんか急に田舎になっちゃった。畑だ。いつか畑欲しいな。俺今ピーマン育ててるんだけど、農業って楽しくて、いつか畑持って無人販売機出そうかな。めちゃくちゃ良くない？なんか大根とか人参とかじゃなくて、もうなんかよくわかんない野菜育てて売りたいな。なんか無人販売機で。で、それをやっぱ一本の柱にしていこう。今後の。一応今日の目標は、川沿いあたり。理想は川沿いで人気のないところ。ちょっと恥ずかしいじゃん。人がいるところでさ、カメラの前でさ、はっちゃけてるのって恥ずかしいじゃん。普段はっちゃけてるのはさ、家の中だから誰も見られねえから、無限に、はっちゃけれるんだけど、やっぱ誰か見られてるとちょっと気まずいんだよね。そういうのがないようなところに行けたらいいっすね、ちょっと。いやー、いいね。
気持ちいい。もう一生この気温が続いてほしい。もうやだ、寒いのもやだし、暑いのもやだ、雨も降ってほしくない。もう一生この気温がいい。固定にしてくれ、この気温で固定してくれ。さすがにクラフトワークでもこの気温に固定はできねえだろうな。少しずつだぜ。モールス信号見てによ。見てこれ、ミラーすっげえブルブルしてる。ミラーのブルブル半端なくない？これ逃げると収まるんだよ。だけど離すとこれブルル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 ってなるんだよね。こういうのもバイクの面白いところ。うわー、ハイウェイスター、ドゥ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 、俺だってそうしたぜ。なんかこういう身振り手振りでやってんの人から見られるのもちょっと気まずいな。対向車から見てさ、こんなこと知らずいたらさ、何なんだろうって多分思うよね。動画撮ってます。まあそんな動画撮りながらバイク乗ってるんですけど、実はこんなことしてる余裕なくて、明日大学の研究室の中間発表なんですよ。バイク楽しい、貸し取りたい、物もない、無欲なバカにはなれない、それで君はいいんだよ。お、よくに混んでんなここ。どうしたい、どうしたい、どうしたんだい、いや、お、東京タワー。最近ね、ハンターハンターのリメイク版のアニメを全部見直したんですよ。1から146話まで。結構長かったんだけど、その中で、いや、すげえなって思ったのが、まあ、リメイク版だからってのもあると思うんだけど、オープニングがずっと、第一を踏みしめてなんだよね。第一を踏みしめてか、大空駆け抜けてだった。その2個しかなかった。146話あって。エンディングは変わるんだけど、オープニングは全部それ。あ、やっぱすげえ、すげえんだなって思った。バカでかい道来たー、うびゃー、気持ちいいって言ったら完全にあの人だから、俺は言えないんだよね。風が強すぎる、うなれ、ジャスティスゴー、免許取得済みライダー。おー、なんかでも、山の色がだんだん秋っぽくなってきてるね。ちょっと赤みがかってきてる気がする。あ、ビッグモーター、あれ、木なくない、木ない。結構編集ではカットされてると思うんだけど、バイク乗ってる時ってめちゃくちゃ独り言多いんだよね。キモいよね。うわ、懐かしい、赤白棒、赤白棒を真ん中で降りてたんで、ウルトラマンとかよくやってたわ。あと紐ガジガジ噛んでるやつな。汗の味して酸っぱくてうめえんだよな、あれ。紐ガジガジ噛みすぎてヨレヨレになってるんだよね。俺最終的に邪魔だったからハサミでちょん切ったわ。あ、コンビニある、ちょっと休憩していこう。A few moments later. コーヒー買っちゃっちゃ。さっきのコンビニで衝撃的なことが起こりまして、店員さんが視聴者でした。まさかのコーヒー買おうって思って寄ってコーヒー買ったら、チラチラ目があって、これはって思ったけど、いや、まさかなって思ったら、第一声、ジャジャマルさんですか？ってか、あんまり自分がそんなに有名というか名が知れたっていうイメージは全くないから、俺は知らないのに他の人は俺のことを知っているっていう感覚、不思議でなんかおもろいな。ちなみに大学の研究室に新しく配属された新3年生の中にも視聴者は何人かいました。普通にバレた。意外とバレるもんなんだな、三つを。あれ、池っぽくね。いや、いいとこねえかな、この辺で。お、ここ止めても良さげそうじゃない？到着。さあ、どっかテーブルと椅子を置けそうな場所はあるかい？ここランニングスポットって感じなんだ。ああ、なるほどね。あそこに鳥いる、うまそうだな。ちょっと散歩すんべえよ。なんかあの辺とかかな、陸だったら先っぽだけだからにしてできたんだけどな。ちょっとこれじゃいけねえな。あっちも一緒っぽいな。やっぱもうあんまり人もいないし、あそこの駐車場でやっちゃうのが一番いいかもな。まあ、ここかな。今日はちょっと池見ながら食いたかったんだけど厳しそうなんで、ここです。ここをキャンプ地とする。うわー、ほい、完璧。うえ、歌うめえな。はい、完成。うう、落ち着くね。乾杯。見てるか、コンビニの店員の少年、おめえさんから買ったコーヒーうめえや。そんなのんびりしている間に腹が減った。ポンポンポン。
飯作るか。クッカーガスバナー。牛乳とろけ切ったチー牛。ねんねんてめんぐ。見てこの持ってき方。ほんと100均で卵ケースとか買おうと思ってたんだけど、買うの忘れたから10個入りの卵のバッグをハサミで切ってガムテープで留めて持ってきたんだよ。これ天才じゃない？今後もこれでいこう。お料理ベーコン主役はこいつだ。バリカタ麺。今日はこいつらで豚骨濃厚カルボナーラを作っていく。まずはお鍋を用意します。そしてガスバーナーも用意します。したらばオープン。麺、牛乳。このナイフはな、たっぷりと牛乳が染み込んだ臭いナイフだ。ベーコンはダーン。もう完成と言っても過言ではありません。今日は綺麗に割れるかな。はい、超綺麗じゃん。もう満足した。クロスファイヤーハリケーン。うん、ついてっからね。そして弱火でじっくりコトコト加熱する。ちょっとグツグツしてるじゃないの。今気づいた。粗挽き胡椒忘れた。胡椒なしだ今日。なんでこう忘れ物があるかな。毎回何かしら忘れてるな。やっぱ舌めっちゃ焦げてるんだけど。舌もう見て、舌カリッカリに焦げてる。で、麺が柔らかくなってきたので、ここで火を止めます。そして付属のスープ半分ぐらい入れて混ぜます。やべえ、牛乳蒸発したんだけど。とてもじゃないけどうまそうには見えないんだけど。チーズを適量、まあ、でもチーズなんか多ければ多いほどうめえもんな。最後に卵入れる。混ぜる。あ、でもカルボナーラっぽいわ。ちょっと麺が全然ほどけてないけど、カルボナーラって言われたらカルボナーラだな。これ本来はここに粗挽き胡椒が入ったら完璧だったんだけど。そして最後に調味油、これ混ぜていいのかな、わかんねえ、入れちゃった。混ぜたら完成。バリカタ袋麺豚骨カルボナーラです。まあ見た目からの感想を言うと、まあとてもうまそうではない。ではこの世の全ての食材に感謝を込めていただきます。これ混ぜる時の音聞こえるかな。これ絵の具の音がしてる。いただきます。クソうまい。クソうまいわこれ。うわ、これ胡椒あったらマジで完璧だった。お店には出せない。だけど家で作るんだったら十分、しかも簡単だしな。うわ、これ胡椒、おい誰か胡椒今から俺に届けてくれ。めっちゃうまい。見た目2点、味9点。何がいいかってめちゃくちゃ味濃いの。これこれをおかずにご飯食えるぐらい味濃い。チーズは結構入れてもいい。ちゃんと豚骨の風味も残しつつ、なんか全体的にチーズかな、がチーズと卵がまとめてる感じかな。バリカタの豚骨粉末スープとチーズと卵と牛乳のハーモニーっつうんですか、味の調和っつうんですか。まあ、例えるならサイモンとガーファンクルのデュエット、ウッチャに対するナンチャ、高森麻生の原作に対する千葉哲也の明日のジョーっつー感じっすよ。ごちそうさまでした。いや、やっぱこういう森とか見ながらのんびりする時間って人間には大切だよな。眠たい、サボテンになりたい。何やってんの。ちょっと今動画撮ってます。どう、ほんじゃ片付けして帰んべ。よし、さあ帰んべ。トゥ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 、カルボナーラの味濃すぎてヘルメットの中カルボナーラ臭いんだけど。でもあのカルボナーラにニンニク入れたらそれはそれでうまそうだな。今度やってみようかな。ニンニク豚骨バリカタカルボナーラ、名前だけでうまそうじゃないの。いやでも前回に引き続き今回も忘れ物したな。クソマジで粗挽き胡椒さえあれば完璧だったのに。まあでも今回の元ブログっつうか、なんつうんだこの動画ジャンル、ちょいキャンつうのかな。元ブログでもないしキャンプでもない、どっちつかずの動画。なかなかに良かったと言えるんじゃないだろうか。結構ちゃんとバイクでブラブラできたし、視聴者のコンビニ店員とも会えたし、原住民と交流もできたし、完璧だね。でも季節的にな、次回はキャンプ行きたいな。まああとはのんびり事故らないように安全運転で帰りますかね。でも俺の動画見てキャンプに興味持ったとかバイク乗りたくなったとか少しでもいてくれたらいいな。ただみんなは忘れ物しないように、結構困るんで、結構困るし
若干萎える。おい、なんで俺これ忘れたんだよってなるから、みんなはしっかりね、忘れ物しないように気をつけながら、そしてバイクも死ぬんで、事故ったら命かけてるんで、安全運転でバイクなりキャンプなり楽しんでください。以上、ジャジャマルの孤独のバイクグルメでした。ありがとうございました。